クラレンス・エドウィンガストーンは、アメリカ合衆国、テキサス州サンアントニオ出身の元プロ野球選手、プロ野球監督。右投げ右打ち。監督として1990年代にトロントブルージェイズを率い、ワールドシリーズに連覇を果たした。テキサス州生まれで、父はトラックの運転手だった。ニックネームの首とは、名前の クラレンスからガストン自身がつけたもので幼い時にあったメキシコ系のレスラーの名前が由来だという。1964年に当時のミルウォーキーブレーブスに入団し、3年後の1967年にメジャーに昇格、旧試合に出場したが、その後出場機会に恵まれず、1968年のサンディエゴパドレス創設の際、エクスパンションドラフトで移籍した。 パドレス創設2年目の1970年にガストンは打率318、93打点29本塁打と活躍しその年のオールスターゲームに選出されたしかしその後は打撃が振るわずパドレスに6年在籍した後1975年にブレーブスに復帰し1978年まで選手として試合に出場した引退後 1982年からトロントブルージェイズのコーチに就任し、1989年シーズンからは監督に就任した。この年開幕から勝ち星の伸びなかったブルージェイズを地区優勝に導くと、1992年と1993年にはアメリカンリーグを制し、ワールドシリーズでの2連覇を達成した。1995年以降はチームの勝ち星が伸びなくなり、 ガストンは1997年を最後に一度、監督を退くが、2000年に再び、ブルージェイズに復帰し2年間コーチを務めた。1999年に、セバン号43がブルージェイズで、レベルオブエクセレンスとして扱われ、2002年には、カナダ野球伝道入りの表彰を受けている。2008年のシーズン途中に、ブルージェイズの監督に復帰。 2010年のシーズン終了後に優退した。ありがとうございます。